疲れ様です。ライターの花と申します。はい、よろしくお願いします。申し込むというか、はい、申し込んで OK もらってるんですけど、ただ誰が神父さんかちょっとわからないので。ああ、じゃあ神父さんを聞けば多分、はい、いいんですよね。お客様どうですか、ちょっとお金30分ぐらいして録音させてやっていただけないでしょうか。はい、そうですね。それとあと YouTube のカメラもちょっと入って何より構わないで、はい、あの生きていく場所ですから大阪では当に一番住みやすいです。なるほど。はい、というわけでやってまいりました、はい、今日も西成のね、愛林地区に来てるんですけど、何度もあるんですけど、行ったことあるんですけど、あの大阪旧霊会館っていうところがお恵みがあるということで、これをね、ちょっとこれから行こうかなということで、今から行こうかなと思います。よっしゃ。お疲れ様です。ライターの花と申します。はい、よろしくお願いします。
たまたま僕がここにいたら声をかけていただいて、ね、ちょっと取材を申し込むというか、はい、申し込んで OK もらってるんですけど、ただ誰が神父さんかちょっとわからないので、ああじゃあ神父さんを聞けば多分いいんですよね、はい、神父さん、はい、いらっしゃいますか、はい、ここの地でちょっと宗教をやられてる、うん、要するに西谷で頑張ってる方っていうので神父さんのちょっとお話をちょっと聞きたいなと思ってもらったんですけど、お時間大丈夫でしょうか。私は神父ではない、牧師です。あ、申し訳ないです。あ、宗派によって変わるんですよね。はい、すいません、牧師様。牧師様どうですか、ちょっとお話30分ぐらいさせて録音させて聞かせていただけないでしょうか。はい、それとあと YouTube のカメラもちょっと入って。あ、閉める感じですね。あ、すいません。あ、どうぞ。前電話でお話しした方、東京の花と申します。あ、はい。はい。すいません、申し訳ないです。プロフェッサーです。だから、ここは釜ヶ崎というんですか、はい、うん、だから大阪でね、はい、一番住みやすい昔はね、はい、出版したら、はい、釜ヶ崎行って働けそうですね、言われてましたね。今も同じことです、はい、だから何より構わないで、はい、生きていく場所ですから、ね、大阪では特に一番住みやすいです。なるほど。自分で受け負ってね、はい、家を作ったり、はい、そうとはしてることができますから、はい、でもやっぱりここへ移住したのでね、はい、そうとは、まあ、鹿児島よりもっと仕事がありますからね、はい、天の御国の御国の御国に、こんなウイルスで何でなく被害になって、ハレルヤ、カオケに入っていたいです。どうぞ世界中に話題があります。キリストを受け入れました。キリストは私の救い主です。私はキリストを愛します。キリストに従います。導いてください。キリストの名によってお祈りします。アーメン。これから今レスキューを。あと頭で理解して絶対できない。いや、牧師様の話でキリストの偉大なっていうのはすごい。今まで取れない自分なんかは教科書とかそういうのですか。それは約束します。キリストがどっかで見てるんだってことは。これから意識するとは、そういうお約束します。だからね、あなたと二度と会うことができないことがあってもね、はい、僕は経営会館で、経営層の瞬間だ、はいね。その思いを絶対持ち続けてください。はい、また来ます。結構、まあ、部分部分ですけど、語ってるところは、いきました。入信してない入信してないよ。あ、大丈夫です。もちろん分かってます。あの時の雰囲気というか、いやいや、分かります。ちょっと一瞬びっくりしました。どうなるんだと。良かったです。
これは、死んだらどうなるかってね、はい、この聖地に書いてありますね、はい、これよく読みました、はい、わかりました、ありがとうございます。これは問題の何度でも言ってみたら、証です、はい、でこれまた、あなたに聖地に、あ、すみません、ありがとうございます。聖書でね、はい、読みますかって、で、この聖書を100回読むというね、ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。